車を改造せずにいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土地パフォーマンスです。今回は葛飾店からテックアートのコンプリートカー続きをお伝えします。まあ、あれからパーツを送って1ヶ月は2ヶ月ぐらいですかね、待ったところでついにパーツが帰ってきました。ご覧ください、こちらでございます。もう真っ赤っかの内装だったのが全部黒くなって帰ってきました。で、張り替えたパーツの前に実はですね、カーペットも交換になりました今回。まあ、いろいろその内装の、こんな風にしよう、あんな風にしようっていうのをテックアートのデザイナーと、いろいろ打ち合わせしたんですけど、やっぱりインテリア この大部分を占めるカーペット赤いとイメージチェンジがガラッと変えられないというか、振り幅がちょっと狭くなっちゃうんで、せっかくならもう全部やってやりきっちゃおうということで、今回なんとカーペット外しました。こんな感じで992の場合3分割、大体欧州車こんな感じで何分割かされてるんですけど、一応これを取り外して純正のカーペット買いました。こちらです。で、もちろんこれを張り替えるっていうメニューもテックアウトの場合ございます。なんで全部このカーペットをレザー張りとかステッチ入れたりとかなんていうのもできるんですけど、今回は他の部分にかなり手が入ってますんで、一応一番スタンダードなこの黒いカーペット、そして当然リアほとんど見えないんですけど、リア側のカーペットなんかもこれ新品をドイツの方に発注して、今回一緒に交換することになりました。そしてそれに組み合わせるインテリアがこんな感じで広げてみました。ご覧ください、このパーツ点数やばくないですか。僕のコンディションもやばいです今。戻さなくちゃいけないんで、ちょっと若干気持ち悪くなっております。そしてですね、もう端から見ていきましょう。大きい部分としてはこのドアの内張りだったりとか、これもすごくないですか。ぜひ前回の動画を見返してください。真っ赤っかだったドアを全部張り替えてほぼ黒いドアになって帰ってきました。というわけで上がスウェード調、そしてこのボルドーのステッチが入って、この辺全部レザーで、黒いレザーで張り替えられております。そしてここはパンチング、ただパンチングもこの穴の大きさが外側に向かって小さくなる、ちょっと特殊なパンチング。そしてこのパンチングの中の色、最近の GT3RS の内装も中が赤くなってたりとかして割とスタンダードになってきてますけど、それもさらに凝ってて、ここが赤でここが黒でっていうちょっと特殊な張り替えになっております。そしてちゃんとこの、分かりますか、このステッチの正確さと、そしてこのスムースレザーってやっぱり張り替えすごく大変なんですよね。シワが寄っちゃったりだとか、クオリティがはっきり出ちゃうんですけども、そういったところも全部こんな感じでめちゃくちゃ綺麗に、純正オプションエクスクルーシブですかっていうぐらいのクオリティで張り替えられております。そして表側綺麗なのも当たり前なんですけど、裏側ご覧ください、こんな感じでめちゃくちゃ綺麗に、そしてここは以前の赤の痕跡が残ってありますけども、こんな感じで裏側もめちゃくちゃ綺麗に張り替えられております。そしてですね、これらに合わせて他の部分も、例えばリアのシートの座面なんかもこんな感じで、ドアの部分と同じように外側にこうちっちゃくなるパンチングが入って、ここにテックアウトのエンボスが入っている。これめちゃくちゃかっこいいですよね。コンプリートカーっていう感じがします。そして他にも、背もたれの部分だったりだとか、あとは助手席のパネル、そしてご覧ください、こちらシートのバックレストでございます。標準確かプラスチックの剥き出しのまんまだったと思うんですけど、それも全部ステッチが入って、これステッチの正確さやばくないですか。もう全然よれてるとかない。もうドイツ、特にテックアートの張り替え技術の高さが、もう僕らも現地で見てきましたけど、やっぱり本当にすごいですね。そしてあとはグローブボックスだったりだとか、この辺なんかも全部レザーで張り替えられております。で、特にこういうはめ込みのパーツがあるんで、この辺の処理非常に大変なんですけど、問題なく全部やってあります。で、テックアウトの場合、このレザーの厚さを調整する機械も持ってるんで、そういった可動パーツだったりとか巻き込むところなんかもちゃんとレザーの厚さを調整して張り替えができるようになってます。そしてですね、この大物ダッシュボードもこんな感じで張り替えられております。今反対向いちゃってますけど、ここの運転席の先端のところはレザー、そして上側のこの反射が起きるかもしれないところはスウェード調、そしてスポクロのところはちゃんとこのスウェード調ので張り替えられております。こんな感じで裏側のこの処理もめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これはぜひ他のパーツを全部組み込んで完成させたい。そしてですね、他にも小物いろいろあります。例えば
まあ、ピラーのところだったりだとかセンターコンソールの脇のところだったりとか本当にありとあらゆるところを全部このレザーで張り替えたんでこんな感じでもう言わないと純正と区別がつかないぐらいのクオリティで全部張り替えられております。この辺のステッチなんかもそうですね、はい、そしてですね行っちゃっていいですかこれに、はい、ご覧ください。これなんとですね今回のコンプリートカーに合わせて特別に車検証入れも作ってもらっちゃいました。というわけで今回のコンプリートカー名言っていいですか。この GT スポーツオートサロンでワールドプレミアになったこの GT スポーツのロゴ入りの車検証入れでございます。あの通常内装の張り替えをしてもこれついてきません。ただ僕らがあのどうしても欲しいっていうふうに本国に伝えまして特別に作ってもらいました。そしておまけにデカートのキーホルダーもついてきます。こういうなんかちょっと心遣いというか気遣いがあるとさらにテンション上がりますよね。というわけでこんな感じのものも作ってもらいました。で他にもセンターのアームレストのところ GT スポーツロゴ入れてもらったりだとかあとは今回全部張り替えなんですけれども他にも例えばフロアマットこういったものは内装の張り替えせずともあのこれ単品でオーダーで作ることもできます。なのでこのステッチの色変えたりだとか外側のこの部分の色変えたりとかっていうのもできますんでマット変えるだけっていうのはかなりいいんじゃないかなと思います。そしてですねもう一個おすすめなのはステアリング。ここも単体で送っていろいろ作ることができます。それこそこのパイピングの色だったりこのステッチだったりレザーどうするかとかっていうのも全部できます。で今回はこのボタンの色とかも全部ボルドーに変えてやってありますんでもちろん機能しますし、まあ、全部好きなく仕上がってる。でこの辺も全部オーダーメイドでできるんで、まあ、非常に992だとあのハンドルこれ張り替え高いんだよね。あのいろんな機能がついてたりとかして、まあ、張り替えも正直安価とは言えないんですけれどもやっぱり普段触るところをしっかり作ってあげるとやっぱり外装以上の満足度が得られるのが内装ですから、まあ、この辺も非常におすすめになってきます。そしてですねこれらを多分1日では終わらないと思いますんで数日かけて頑張って戻したいと思います。次お待たせしました。というわけで2日目突入でございます。あの今日ハンドルがついたらいいなぁなんて思ってます。とりあえず一応昨日の時点ではリアの組み込みは終わりました。こんな感じです。あの別に順番ないんですけど時間の関係であの楽な方から手をつけてしまいました。というわけで今回はていうかやばくないですかこれ。このステッチとテックアートロゴとこの仕上がり純正クオリティでございます。というわけで今回はこの空っぽになっている反対側こちらにダッシュボードこれ多分一番最難関じゃないかなと思いますんでこれを戻していきたいと思います。目標今日中にダッシュボードを乗せる頑張ります。さあそしてですね内装の作業の途中なんですけれどもタービンも戻ってきました。800馬力だっけ800馬力仕様のタービン一応純正加工なんで側は変わってないんですけれども分解して、まあ、よりブーストがかかるようになんでおそらくこの中のブレードこの径の拡大とブレードの交換がされてると思います。でこの辺の関係で吸気側のバイパスバルブも強化品になってたりですねあとはご覧ください。インテークもたくさん空気が吸い込めるように吸気効率のいいこういうスポーツフィルターに交換されます。なんでこれはもう少し時間かかりそうですけどもこれも一緒にやっていきたいと思います。さあというわけで Day 3もう3日目突入でございます。というわけで完成してません、まあ、内装が一通り組み上がりました。で途中の動画がないんですけども撮る暇ないぐらいめちゃくちゃ大変だったっす。そしてあの手袋してさもさっき作業が終わったみたいになってるんですけど今日の朝方終わりました。というわけでちょっと途中ですけども見ていただきましょう。こんな感じになっております。なんと内装全部組み上がりましてダッシュボードドアまでまあ一部仮付けなんですけどもこんな感じでおおよそ完成が見える形になりました。これめちゃくちゃやばくないですか。もう全部このボルドーのステッチとパイピングとそして GT スポーツの刺繍でもう前の真っ赤っかの内装を忘れちゃうぐらいもう全く別物に仕上がっております。でところどころ特にこの上のパーツですねはこのスウェード調の生地を使って、まあ、反射を極力抑えて、まあ、スポーティーさが演出されてると
そしてシートに関しては別のところで張り替えてますんで、まあ、張り替えが終わり次第組み込み予定なんですけども、おおよそはこんな感じになりましたと。そしてこのクオリティ、動画ではなかなか伝わりづらいと思うんですけども、もう純正と変わらない。ダッシュボードだったりバイザーなんかもしっかりレザーで、当然全部この辺ももともと赤いレザーだったのを黒に張り替えて装着されております。そしてですね、リアバンパーに関してはこれからエアロの取り付け作業なんかがあるんで、まだ外れた状態ではあるんですけども、まあ、たくさん作業が残ってて、マフラー交換だったりだとか、あと問題のタービンなんかは全部戻し終わってセットされております。そしてそのタービン制御をもろもろ変える関係で DME なんかも全部書き換えが済んでいますんで、800馬力が遺憾なく発揮される仕様になっております。というわけで、まあ、全体で言うとまだ半分いってないかな、半分ぐらいかなっていう完成度なんですけども、これからボンドボディの方に入庫させて、まあ、最後の仕上げ、まあ、エアロパーツの取り付けと、あと内装の残りの組み込みと、まあ、ショーに出すんで磨きの作業と残ってますんで、これから運びたいと思います。